はい、ヤシカの、エレクトロ 35GX というカメラを、ご紹介します。はい、1975年に出ました。それまでの、エレクトロ35よりもより コンパクトになって、使いやすくなった仕様ということで、人気のモデルでもあります。はい、まずフィルム室の開け方ですね。巻き戻しクランクです。はい、ここを上げて引っ張っていただくとポンと開きますので、これであとは普通にフィルムを装填していただいて、装填していただければいいというふうに思います。はい。で、蓋を閉めて2回ほど空打ちするんですが、まずこのカメラ、従来と同じように電子シャッターです。ですから電池が必要になります。後ろですね、こういう電池を本来使います。はい。それまではこういう大きな、水銀電池だったんですけれども、こういう形になりました。実は同じなんですね。これ縦に積んだようなものがさっき の電池だというふうに考えていただければいいと思うんですが、これテレコに入れるんですね、これここに。はい、で、アダプターやスペーサーを使って、使うことになります。それはもう市販していますし、購入されてもいいですし、器用な方でしたら、このように LR44、SR44 を縦にですね、直列に積んでいただいて、タッパーいますのでね。はい、これ何か周り、筒でくるんでいただいたら、入りますので、片側にアルミホイルなどを詰めていただければ通電も安定しますので、それで十分使えるカメラです。はい。気軽に楽しんでいただければというふうに思います。で、フィルム感度の設定なんですけれども、ここですね、裏側のダイヤルにあります。こう爪でですね、真ん中へこんでますので、押していただきながら回していただくと設定できますので、装填したフィルムの感度を設定していただければと思います。はい、感度800まで対応できます。で、フィルム感度を設定しましたら、次は露出の設定です。それまでのエレクトロ35は、先頭のダイヤルにオート、バルブ、ストロボマークと、切り替えスイッチがあったんですが、この GX になるとそういうものはもうなくなります。はい、絞りの設定のみになりますね。はい、まずこれ、絞り値を、設定してあげるわけですね。で、あとは同じです。例えば、巻き上げてシャッター半押しで、暗いとこのように黄色いランプがつくわけですね。矢印がもうここで、矢印マークになってますので、矢印の方向に従って、開けると、はい。で、そうすると、はい、ライトがつかないと、まあ、消えるという形になりますね。逆に明るすぎますと、ここに赤いランプが。ますので矢印の方向に従って絞り込んでいただければつかなくなりますね。これで切っていただければ、はい、OK ということになります。で、あとはここピント合わせですね。ファインダーを覗きながら二重画像を合致していただければそれで、ピントが合いますので、使っていただければというふうに思います。セルフタイマーこちらです。はい。ちょっと初め戸惑われるかもしれません。注意が必要です。ロックスイッチがあるんですね。これがセルフタイマーのレバーなんですけれども、ここにあるピンですね。これをこのままだと入らないんです。はい。これはやはりこう使っているうちに指に当たって、誤って入らないようになっているわけですね。で、この上にあるピン、これをボディ側を押します。で、セットしてあげると入りますので、巻き上げて、やったボタンを押しただけはこのように、はい、走りますね。はい、こういう仕組みになっております。で、バッテリーチェックなんですが、ちょっと私撮影しましたので、ちょっとバッテリーが今弱っているような状態だと思いますね。ここの軍艦網の後ろにあるこの黒いボタンを押していただくと、フィルムカウンターの分、ここですね、ここが点灯します。はい、これでバッテリーチェックなんですけれども、機械的に、シャッターが切れる仕組みですから、バッテリーが弱かってもですね、なんだと、警告ランプもついて、使えるようなカメラになっています。ですから、新しい電池を入れたときに、バッテリーチェックのボタンを押して、その強さを覚えていただくことがとても大事だと思います。寒い季節になりますと、バッテリーの消耗もとても激しいですから、時々押していただいて、ちょっと光が弱いなと
思ったら、電池を交換しておくことが、まあ、快適に、使う、まあ、一つのコツかなというふうに思います。先ほどのように電池が少し、小ぼりになりましても、非常にバッテリーを使うカメラですので、その点は注意していただければというふうに思います。で、このカメラですね、従来の大きなエレクトロ35よりも、新しいんですけれども、非常に使えるものが少ないですね。ここに受光素子があります。はい、今までは CDS 受光素子というものが使われたんですけれども、この時からシリコンフォトダイオードという受光素子が使われるんです。でそれがですね、従来の CDS よりも非常に感度がいい、正確だと言われたんですが、ちょっと経年劣化に弱いですね。まあ、もちろん管理もあるんですけれども、程度よく電気も通していないとですね、もう全く劣化で使えないというふうになっているものが多いので、非常にまあ悲しいと言いますか、あまり今後もちょっと長持ち難しいなというふうな、カメラになってきています。ただ、これはまた嬉しいことで、トイカメラなど好きな人はですね、電池を使わないでこれ以上、ね、使っている方もいらっしゃるんですね。これどういうことかと言いますと、このエレクトロ35のですね、GX というのは従来もそうなんですけれども、電池がなくてもシャッター切れるんですね。はい。ですから基本的にはその最速、これは500分の1秒なんですけれども、電池を入れずにこう巻き上げてシャッター切りますと、まあ、全開しないんですけれども、最速で、絞り値でいうとまあ F4 ぐらいで切れるんですね。500分の1秒の F4 だということは、125分の1秒で F8 ぐらいですよね、露出として。ですから、感度100のフィルムを入れて、例えばモノクロになりますと、フィルムの、ラチチュード、許容範囲度というものがより広がりますので、それで上手に使っておられる方もおられます。はい、ですから今後、もし受光素子がもうダメになって、使えなくなってもですね、そういう形で、一つのトイカメラとして、使い続けるというふうな、方法もあると思いますので、一度お試しになられるのも、私、悪くないかなと。いうふうに思っています。はい。非常によく映るんですね。今までのエレクトロ35と、もう全く違ったレンズになっているんですけれども、カラーヤシノン DX40mm 開放値 F1.7 という非常に明るいレンズがついています。それまでは 45mm でしたから、40mm ですからより広角になっているんですね。映りも決して悪くないです。はい。こういった電子シャッターカメラ、今後どんどん、使えなくなってまいりますが、一つですね、そういった工夫で、若い方に、上手に、使い続けていただければなというふうに思います。はい。ヤシカのエレクトロ35GX でした。以上です。